はい、皆さんこんにちは、亀の子あたしです。はい、この動画を収録しているのが2021年の3月17日の明け方になります。はい、つい先日でしたね、3月16日なんですけど、野原工芸さんがついにですね、はい、ずっと人気で休止になってたペンの販売の方を再開されました。いやー、むちゃくちゃ嬉しかったんですけど、やっぱり人がバーってね、集中しちゃいまして、サーバーがすごく重くなっちゃいましてね、残念ながらその日のうち、はい、まあ夕方にですね、販売の方が休止になっちゃいました。またですね、後日ちょっとまあ検討とかね、改めまして、また告知の方したいみたいな感じで公式さん言ってるんですけど、はい、今回ですね、ちょっとね、やり方が個人的にうーんって思うところもあったりとかもしましたし、あとは今回買えなかったよっていう方もね、はい、今回質問も結構自分の方受けてたりもするんで、まあその答えの方を言いながらとか、まあ今回のやつをね、まあ事前に見ていただけると、ちょっといろいろまあ見方とか動き方も変わってくんじゃないかなと思うんで、ぜひ今回の動画最後まで見ていただいて、いいねとチャンネル登録の方をしていただけると嬉しいです。ということで今回も最後までお楽しみください。それではスタートします。はい。ということでね、今回はね、もう緊急特番という感じでね、ちょっとまあ、ぐだぐだになるかもしれないんですけどね。はい。まあ、慌ててちょっといろいろまとめたやつがあったりするんで、まあ、それの方をね、皆さんの方に紹介したいなと思います。はい。まずはですね、自分はこんな感じ、一応多分いけたんじゃないかなというのを出したいなと思います。はい。それがこちらになります。はい。まずはこちらですね。はい。まあ、ご注文ありがとうございましたって、まあ、一応自分はここまで進むことができました。で、まあ、注文番号が出て、まあ、メールの方も、届いたんですけど、まあ、これは自動返信のメールなんですよね。で、後日ですね、ちゃんと、まあ、確かに、これで受注を受けましたっていうふうなやつと、あとは、今回、銀行振込と郵便振込なんですけど、まあ、その番号がついて、はい、野原工芸さんから送られてきて、初めて、注文が確定するような感じなんですけど、うん、まあ、自動返信メールも来たんで、多分 OK だと思います。ただですね、これすらね、自動返信メールが来てないよっていう方もね、今回いらっしゃったんでね、あれっていう感じなんですよね。はい。なんで、まぁ、ちょっと、まぁ、届いてないよという方は、迷惑メールホルダーとか、あとは登録情報を確認の上、まぁ、それでもちゃんと情報が正しければ、ちょっとこれはいよいよ怪しいかもしれないんで、本家の方に、お尋ねいただけると嬉しいなと思います。で、今回ですね、まぁ、ツイッターでどんな感じの流れで告知があったかと言いますと、こんな感じになります。はい。まあ、こんな感じだったんですね。まあ、3月16日の、これね、2時12分あたりだったんですよね。はい。まあ、これかなりね、平日の昼でしてね、まだ春休み入ってない学生さんとかもいらっしゃって、野原工芸さん最近学生さん結構多いと思うんですよね。はい。なんで、ちょっとこれもどうかなという時なんですけど、まあ、半ゲリラ的に開始になりました。一応3月中旬号からスタートとは言ってたんですけど、まあ、具体的な日時に関しては言ってなかったんで、はい。まあ、ちょっと半ゲリラ的な感じですね。で、まあ、こんな感じで、ブログと同時にこういうふうにポンって告知があった感じになります。で、そこからね、もう11分後ぐらいですね、もうシステムにエラーがありましたので、みたいな感じです。で、まあ、そこからちょっと休止がありまして、ので、まあ、予約を再開しました。で、ここからまあ、2時間ほどずっと、まあ、あるんですけど、はい、そこからまたアクセス方のためみたいな、まあ、こんな感じだったんですよね。はい。で、まあ、そこからまあ、25分ぐらい、まあ、経ってから、まあ、さらにもうアクセス方のためも、今回はもう、今日に関してはもうちょっと終了ですみたいな感じのアナウンスがあった感じです。なんでこのオレンジの期間とあとはこの緑の期間ですね。特に緑の時はまだセーフで普通に買えたかなと思うんですけど、このオレンジの時で買った人がですね、ちょっとその自動返信メールが来てる来てないみたいな声がちょっといろいろあった感じなんで、ちょっとハテナマークな感じです。なんでまあこれを全部合わせると約 2.5 時間ぐらいしか今回なかった感じなんですよね、これ。まあもうちょっといいサーバーをね、これ使ってもらう方がまあ良かったんじゃないかなとか、他の方法があったんじゃないかなとかね、事前にもっとアナウンスがあればもっと変わってたんじゃないかなと思います。でですね、さらにですね、今回のやつね、ちょっとサプライズもあったんですよね。なんで自分もここのところで即終わるつもりだったのが、ちょっとええってなってしまって、ちょっと下にずれ込んじゃったことがあったりもしました。はい、まあそれがね、何になるかと言いますとね、はい、こちらになります。あ、その前にですね、こちら、もう少しはいいかな。はい。まあ、でも一応5秒間設けましょうか。はい。よーい、スタート。はい。ということでね、じゃあ次の方をね、行きたいなと思います。はい。まあ、それがですね、こちらになるんですよね。こちらかな。はい。はい。こ
ちらなんですよね。はい。まあね、今回ね、まあ、変えた、まあ、商品っていうのが、まあ、この木のボールペンスタンダードと、木のボールペンスリムと、あと木のボールペンのロータリーです。はい。でね、あとはですね、この旧型の、まあ、スリムのやつと、あとは新型のスリムのやつ。はい。これね、スリムっていう表記は、まあ、ホームページの方でないかもしれないですけど、昔ね、これスタンダードの、まあ、太さのやつもあったんですよね。はい。まあ、それがちょっとなくなっちゃいまして、今のやつは、まあ、一応スリムっていう感じになってます。はい。でね、まあ、自分がちょっと驚いたのが、このサプライズってここにも書いてるんですけど、今回ですね、数量限定品ということでね、なんとこの人気のね、はい、この珍しいやつ、はい、特上黒柿とか、最近すごく話題になってるやつなんですけどね。はい、この4種類がね、この赤のラインが引いてるやつで、なんと選ぶことがね、今回できたんですよね。いや、もうびっくりでした。これに関してはもう完全にその事前の何もアナウンスもなかったと思うんでね、っていう感じでした。で、まあ、いろいろ注意書きがさらにこういうふうに書いてあるんですよね。で、ここを読んでたりとか、もう自分これ問い合わせようかなって思ったぐらいなんですけど、まあ、その辺でもたもたしちゃって、黄色のゾーンですね、先ほど出したとこにもつれ込んじゃった人もいた感じです。まあ、これなのね、限定品に関しては、お一人様1本っていう感じなんですよね。で、まあ、ここなんですよね。まあ、これね、予約、これ数量限定なんでね、なくなり次第ちょっと受付終了みたいな感じなんですよね。なんでね、これサーバーがそういうふうに肩がかかってんで、まあゆっくりしてくださいいう感じで、公式は言ってるんですけど、それでもこっちに関しては、限定品がありみたいな感じで、もうどうしたらいいのみたいな感じになっちゃったところがあるんですよね。ああ、なんで個人的にはちょっとどうかなっていう感じでした。はい。で、まあ一応ですね、あともう一個注意なのはね、これシャープペンシの場合、これ新型のみなんですよね。これ旧型じゃないんですよね。はい、ここが注意だったりもします。あとはね、自分に寄せられた質問で結構多かったのがこのシャーペンの固定口金なんですよね。はい、これ新型にもこのこれ旧型の用のやつなんですけど、新型のやつに行けますかなんですけど、新型のやつはそもそも固定用口がね、ついたりしてます。はい、まあ、ついて売られるんですよね、今回。でも、その、まあ、色がちょっと、どうかなっていうやつで、これちょっと後で出したいなと思うんですけど、でね、これね、色がですね、これ、ツヤ消しのシルバーになってるんですよね。はい、で、金のやつに関してはね、残念ながらちょっと廃盤になっちゃってます。でね、互換性に関してはこれ、新型とない感じなんですよね。なんで、新型買う人で、これ、買う人はあんまり意味がないなというので、まあ、注意いただけるといいなと思います。で、この旧型の方もね、途中からツヤありにね、これなんか変更になったのか、なんかツヤ消しが休止になったのか、ちょっとニュアンス的なところでちょっと分かんないところがあったりするんで、詳しくはお問い合わせください。はい。で、まあ、あと他のやつも、まあ、改良みたいな感じなんですよね。あとはですね、このサプライズのやつなんですけど、これね、ホームページのトップからどう飛んでいったらいいのかちょっと分かんなかったんですけど、まあ、それぞれのここのところに入っていくと、下までスクロールすると、はい、これらの4つのやつが見えたりするんで、そこから買うことができます。で、値段の方はね、ちょっと定番よりも跳ね上がる感じなんで、まあ、その辺はご注意ください。はい。という中でね、5秒間ほどスクショタイムを設けたいなと思います。はい。よーい、スタート。はい。というような感じでね、まぁ、ちょっとね、まぁ、いろいろあった感じなんですけど、まぁ、一応、まぁ、買うことができた感じですね。はい。でね、今回のね、これが終わると、そうですね、まただいぶスパンが空くと思うんですよね。まぁ、ラストチャンスっていうわけではなかったりするんですけど、まぁ、手に入るがもう随分後になっちゃって、もしかするともう来年にもつれていくんじゃないかなぐらいの多分長さにもなりかねないんでね。はい。まぁ、今回のね、イベントぜひですね、まだ持ってない方はじめ、もっと欲しいなって思われた方はね、ぜひこの機会をお見逃しなく、買われてみるといいんじゃないかなと思います。はい。ですね、まぁ、旧のね、野原工芸の、まぁ、ペン、どんな感じかと言いますと、まぁ、自分もね、一応持ってるんですけど、ちょっと出したいなと思います。こちらになります。じゃん、はい、こんなやつなんですよね。はい、まあ、これね、樹脂はですね、これ、シタンを自分実は持ってます。スリムのやつで。はい、まあ、こんなやつなんですよね。はい。まあ、先っぽがこんな感じで、こういうふうに、へこますことができるんですよね。これ、ダブルノックってなんか公式は書いてるんですけど、これなんか先端収納っていう方がいいかもです。ダブルノックはもっとカッチンっていうふうなやつなんですよね。でね、これ固定口金がどんなんかというと、こんなやつなんですよね。はい。まあ、こんな感じでね、まあ、艶消しのこのシルバーのやつが今は出てる感じですね。まあ、金のやつも持ってるんですけど、はい。まあ、一応こんな感じで、ここのところがシルバーなんで、そうですね、自分が最近買ったやつで当てはめてみると、こんな状況がちょっと起きるというふうな感じかな。ここが艶ありで、ここが艶消しみたいな、ちょっとこんな感じになっちゃうよっていう感じになるんで、まあ、その辺、ね、まあ、予想と違ったということも、もしかしたらあるかもしれないので、これを参考にしていただけると嬉しいなと思います。はい。まあ、これ何が嬉しいのということなんですけど、ここがですね、まあ、収納できる関係上、ちょっと隙間が空いてるんですよね。なんで、書くときにガタつきがすごく気になるよっていう方にとっては、先ほどのパーツに取り替えることによって、ガタつきがより減るよっていう感じなんですけど、まあ、そこまであまりガタつきが気にならない方にとっては、この固定口
がね、あまり無理して買う必要はないんじゃないかなって思ったりもします。はい。ということでね、じゃあちょっとですね、まあ、次からはちょっとイラストなんですけど、はい、この新型と旧型のやつをちょっと出したいなと思います。はい、まずは旧型です。はい、まあ、旧型はこんな感じなんですよね。はい、まあ、ちょっとこれ、イラストレーターで描いてみました。はい。まあ、薄いやつと濃いやつ、まあ、大体こんな感じになっております。はい。まあ、もうちょっとプツヤ感が出たらよかったんですけど、ちょっと時間がなかったんでね、まあ、こんな感じにしました。はい。でね、これ、新型、まあ、旧型と新型どう違うかなんですけど、旧型に関しては、ここのところはこういうふうに収納できるようになってるんですよね。はい。では、新型に関してはね、どんな感じかと言いますとね、はい、こんな感じになります。こんな感じです。はい。まあ、先端がですね、これなんかピュッてこういうふうにガイドパイプがすごく細長いやつが出てる感じなんですよね。でね、ここ横のところにこれはまあ、閉まったようなやつあるんですけど、これ、まあ、閉まえない感じになります。本当であればこんな感じで、まあ、閉まえたらいいんですけどね。まあ、ちょっとどうなのかな、この辺。まあ、ちょっと届いてないんでわかんない。あ、でも閉まえるのか。はい。ガイドパイプのここがスライドするって書いてあったんで、まあ、こういう感じで閉まえると思います。なんでね、まあ、これどんな感じかというと、はい。ちょうどこれですね。はい。ペンで言うとこんな感じです。じゃん。はい。この、オレンズ系ですね。オレンズ、まあ、ネロもなるんですけど、まあ、それは自動真空に出してパッて戻るんですけど、これみたいですね。オレンズのここのところがですね、はい、まあ、ノックすると先っぽがこういうふうに、まあ、出てきて、これが書いていくたびに、こうやって爪で押すとスライドしてスーってこういうふうに縮んでいく感じなんですよね。はい。まあ、ちょっと、ぼやけって分かりにくいかな。はい、ごめんなさい。まあ、こういうふうになっているやつが、まあ、こういうふうにスーって、はい。まあ、下がっていくよっていう、まあ、こういうふうなやつが、まあ、されてる感じになります。これが、まあ、大きく見た目が違うところの一つですね。はい。まあ、先っぽがね、丸く研磨してあるかどうかっていうのはちょっとわかんなかったりするんですけど、まあ、こういうふうな一応仕様になってます。でですね、まあ、これの固定口金の色がですね、はい、こんな感じなんですよね、これ。はい、こんな感じなんですよね。はい、わかりますかね。はい、これ先っぽがなんか真っ黒にね、なんかなる感じなんですよね、今回。はい、まあ、これに対してこれっていう感じなんですよね。はい、まあ、こうなると、ちょっとこれ横にまあ、書いたんですけど、こうはならないか、まあ、固定になるんで、まあ、ちょっとこれはちょっと横のやつは忘れてください。はい。なんでね、これどうなのかな、うん、まあ、こういう風にね、なるとね、なんか薄い方のやつに関しては、なんか靴下履いてるみたいな感じの見た目になるんで、個人的にはね、まあ、黒い方が、まあ、いいんじゃないかなと思って、今回実は黒目のやつを買ってます。まあ、具体的に何を買ったかっていうのはね、またお楽しみにしていただけたらなと思うんですけど、もう個人的には黒い方が、うん、固定口金をね、考えられてる方は、まあ、綺麗なんじゃないかなって思ったりもします。まあ、こういうこともね、あったりもするんで、まあ、特にね、新しいもの好きとか、自分みたいにこういうふうに配信とかしてる人以外は、無理して、まあ、新型じゃなくて、まあ、旧型の方がデザインが好きっていう感じで、まあ、買われても、まあ、いいんじゃないかなって、個人的にも思ったりするんでね。はい、まあ、自分の好きな方をね、まあ、言っていただけると、まあ、いいんじゃないかなと思ったりもします。はい、というような感じですね。まあ、今回ね、まあ、いろいろ、まあ、野原工芸さんのね、今回の販売のこととか、まあ、自分なりの意見みたいなのを言った感じなんですけど、まだいろいろね、まあ、聞きたいこととか、話したいこととかあったりすると思います。まあ、下のね、コメント欄のとことかね、いろいろバーってね、書いていただけると、自分の方も反応したりもしますし、引き続き、コミュニティの方にね、まあ、いろいろと最新情報の方、なんか、あるたびにバーっていろいろつぶやきたいなと思うんで、ぜひですね、そちらの方もチェックしていただけると嬉しいなと思います。はい、ということでね、まあ、今回は、まあ、駆け足だった感じなんですけど、動画の方を終わりにしたいなと思います。この動画が良かったという方はぜひグッドボタンをでチャンネル登録の方もよろしくお願いします。他にもですね、いろいろ面白い動画もアップしたりしてるので見ていただけると嬉しいです。はい、ということでね、皆さんも変えるといいですね。もう皆さん変えることを祈ってます。はい、ということで今回もありがとうございました。バイバーイ。